どうも、くわみです。よろしくお願いします。今日はですね、修理に出した携帯電話が帰ってきました。ドコモのギャラクシーノート3、2、3年くらい、かれこれ使ってきました。で、一回も落としてないんですけど、大切に使ってきたんですが、なんか基板に問題があったみたいで、基板を全部取っ替えてもらいました。解約して半年したら、なんか、急に使えなくなっちゃって、修理代金、1万5千円プラス消費税、かかりました。まあ、でも、解約した後でも、引き受けてくれて、修理を引き受けてくれて、どうもありがとうございました。まあ、そんな感じで、今日は、帰ってきた携帯を見せたいと思います。で、まあ、綺麗な感じですね。ほら、羊のアイコンシェルいますね。ドコモの携帯です。でも、掴んでる電波は映らないかな。綺麗に。ソフトバンク、うっすら見えるかな。ぼやけて、ソフトバンク。はい、入ってるのは Y モバイルの SIM です。で、今日は、まあ、APN の設定をしていきます。まあ、APN の設定しないと、インターネット等を使えません。あちゃ、これはダメ。どこの SIM 入ってん？はい、インターネットを開きます。そうすると、はーい、どんな？はい、ウェブページにアクセスできません。もちろん、アクセスポイントのアクセスポイントネームか。APN の設定をしないと、こうなってしまいます。では、どうやるかっていうと、まあ、設定を開きます。で、接続っていうところ、まあ、この機種だったら接続っていうところで、ネットワークのなんかある。その他のネットワーク。その他のネットワークを開きます。見えない。映った。その他のネットワーク。で、ここを、の、モバイルネットワーク。そうすると、ここに APN。来ましたね。APN。で、あ、違う違う、戻っちゃった。で、APN の設定をします。で、ここからは、Y モバイルの、ページを参考にします。で、まず、APN と書かれてるところあるんですよ。名前 APN って書かれてて、APN のところにプラス .acs.jp と打ちます。.acs.jp。見えるかな？プラスマイナスのプラスドット acs.jp。で、これで OK。で、次、ユーザー名のところに ym。ym ね。ym。小文字で ym。で、OK。押します。で、次、パスワード。パスワードね。これも YM。これちょっと中黒になっちゃって、もう、なんか、パスワードだからちょっと見えなくなっちゃいますね。で、とりあえず OK。で、次、MCC。いや、MCC、何これ。MCC って何？ちょっと待って。MCC がない。MCC440。あ、
これか。携帯国番号 MCC。で、MNC20。はいはいはい。Y モバイルのページには、M、アルファベットで MCC って書いてあるんですけど、どうやら、携帯国番号っていうのが MCC みたいです。なんでだろう？最初から入ってた。で、次に打たなければならない MNC。通信事業者コード。これ、MNC。何の役なんでしょう？わかんない。とりあえず、20。で、次、認証タイプが、チャップって書いてありますね。認証タイプ。認証タイプ。CHAP。CHAP。認証タイプ見えるね。なしと、パップっていうのと、チャップ。で、パップまたはチャップっていうのがあるんで、映ってない。チャップっていうところね、これに設定してください。これで、で、最後。設定完了したら、私の機種では、ここ。この、なんて言うんでしょう。横のボタン。メニューボタンと言いましょう。メニューボタン。で、メニューボタンでメニュー開いて、保存。保存します。名前が、名前欄が空白です。うわ、名前。最初の一番上のところに名前ってあるんですよ。名前。APN1 としましょう。APN。見えるかな。名前ね、一番上。ね、ボケちゃってんな、ね。うん、これが一番言いやすいかな。APN1。これ、これで、再度保存。よし。で、APN、アクセスポイントネームの設定が完了。これで保存もできた。で、最後。これを選択。これで APN の設定は完了ですね。で、これを、この設定が完了したら、マジ。インターネットが、つながりますね。よしよし。で、どこの携帯なんで、D メニュー。ちゃんと天気予報も見れる。これで全部完了。ということで、今日は APN の設定方法というか、設定をこうやるんだよって。まあ、いろいろ失敗もしました。なので、まあ、自分の失敗を見て学んでくれたらいいかな、みたいなふうに思ってます。で、今日はこんな感じで、動画を終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てください。チャンネル登録まだの方、下の赤いところをクリックしてください。あと、グッドボタン、クリックしてね。あと、ツイッターやってるんで、フォローしてくれたら嬉しいです。あとはなんかあるかな。そんな感じです。以上です。またよろしくお願いします。バイバイ。